川越市福田付近埼玉県道165川越北環状線は、埼玉県川越市、脇田新町から同市今成を経由し、同市福田へ至る一般県道である。計画総延長5 5トル都市計画道路として、建設省国時代651号により1962年3月19日に当初決定。 埼玉県国時代1335号により1989年10月17日に最終決定された。当初の予定では2010年に全線、開通予定としていた。川越市中心部を取り巻く、環状道路計画のうち西半分に相当し、脇田新町で接続する国道16号と合わせて、半環状道路を構成する。また、国道254号を介して、 首都圏中央連絡自動車道川島インターチェンジへ、至るアクセス道路としての機能もある。1992年度から用地買収に着手し、1995年度から事業を進めてきた。2008年3月27日に、川越市道から埼玉県道256号、片柳川越線までの区間、2009年5月14日に、 片柳川越線から国道254号に至る区間が4車線で開通した。埼玉県道15号川越日高線始動までの区間は JR 川越線と東部東上線が存在し、整備方法として高架化してまたぐ地下道の選択で地元の意見が割れて着工が大幅に遅れていたが地下水脈の豊富な地域であることや、 国庫補助の問題により結果的に高架化が選択された。高架部分は約620メートルであり、沿道住民が利用可能な速度を設ける計画である。立体交差部分の候補をめぐって一部地権者の反対にあい、買収が滞っている用地が一部存在していたが、確保した用地から順次着工、工事完了し、2019年3月24日に全線開通した。 ありがとうございます。